ハンコさんのメールを読みたいと思います。おー、ハンコさん、毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。<laughs> 毎度ありがとうございます。本年の書き初めで夢を目標にすると書いたのですが、なかなかその夢が思いつかず、ふらふらとやっていました。うん、でも、最近自分の絵が仕事に繋がれば良いと思うようになりました。うん、なので、自分の絵を仕事に繋げるお目標に頑張っていこうと思います。 そそしててれれでで憧れの人たたちとと仕事できたらいいいなと思っています以前の「ニハーカフェ」で「夢を叶える方法を」「か叶えたいことを毎日叶ったかのように書く」と教えてくださりそれを実行しているのですが「憧れの人たちと仕事がしたい」「会いたい」というのは自己中心的な思いなのでしょうか「おまじない」等は自己中心的な思いがあってはいけないと聞いたのでなんだかモヤモヤしています。どううなんでしょうこれはね、うん あのね自己中心的なのはまあ仕方ないとしても、うん、それをどう生かしていくか、うん、どんなふうに他の人たちにも生かしていくかっていうところにつなげていけば、うん、自己中心的じゃなくなるのわ、うん、かる例えば最初は楽しみで始まったさの飲み屋のさ、うん、なんか。 ね盛り上がりから始まった企画だったとしても多くの人に感動を与えるコンサートになったりとかしてるじゃないよくアーティストの人たちとか。そんな感じで誰とこんな仕事がしたいそしてこんな風になればいいと思うみたいのを付け足せば自己中心的で終わらなくって大丈夫なの。っったたよううににに書くっていののはその人たちとと一緒に仕事をするき その人はこういう役割で自分はこういう役割で、うん、とかいう風にちゃんとねあの役割分担みたいのも想像して、うん、まるでそのことが起こったかのような事後報告のような感じで書かなきゃいけないから、うん、ちゃんとそういうことを想定してね、うん、やるの、うん、ただ憧れの人たちと仕事がしたいっていうだけでは、うん、なんかあのねどっかのアイドルとの人たちと、うん ファ,ンファンを呼んで旅行に行きたいみたいな、うんね、そういう企画に参加するんでもさ会えたことになっちゃうみたいなさ、うん、一緒に旅行したことになっちゃうみたいなそれだけで終わってしまう可能性があるから、うん、ちゃんとそこは一緒にその人と一緒だったらこんな企画ができそうだとか、うん、そういうもっと具体的に、うん、まるで怒ったように書かかななきゃいけないけら生放送の書き込みでハンコさんが大きく言えば他人のために生きる的な。 そうねそう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 だからさその一緒に活動することによって私たちならこんなことができるかもしれないっていうのを思い描いてでそれによって、ね、いろんな人が影響を受けるとか感動するとかあとはこういうことを広めていきたいとかこういう運動になればいいなとかそんな感じでもうちょっと膨らましてあの具体化するのイメージを。 そうすると誰かのためにもちゃんと役立ってるし自分の思いもちゃんとそこに入るわけだしさ自己中心的で終わらないからいいの少女漫画のさ両思いいになななったたところで終わりみたいなんじゃダメなのよねお互い引き合って知り合えて一緒に仕事ができるようになった時に何ができるかまでしっかり書いてそれがかなったように書かなきゃいけないから。 そういういにかけるっていうことはちゃんと自分のためだけじゃなく社会のことも考えてるとか例えばその人がもうすでにやっていることがあって応援したいんだとしたらその応援に参加したいとかでもね十分いいと思うけど自己中心的かどうかっていうのの性引きはちょっと難しいかもしんないけどそれがどこまで誰かのためになってるかだからそんな社会のためなんて大きなことじゃなくてもいいのよ。 例えばさなんかそういう風ににんか有名な、ね、憧れの人有名じゃなくても憧れの人と一緒に仕事ができるまでになったよっていう幸せそうな顔を見て自分の親が安心するとかでもさ全然いいのよ。自分のやりたいことが自分だけが幸せなのか誰かもそれによって喜ぶのかっていうところが線引きなのね。たった一人でもいいのよ別に。誰かのためにななるんなら その時点でも、自己中なだけじゃなくなるからうんコさんが生放送の書き込みで、ありがとうございます少女, <laughs> 少女漫画の終わりの先まで想像して、イメージを固めていきたいと思います、うん、そして努力していきます。 じゃ次のメール読みたいと思います、うん、これはハンコさんですねハンコさんありがとうございます、はい、前回の今までで一番長い収録とても楽しかったです、うん、お話ししていただいた毎回願い事が叶ったかのように感謝して書くおまじないのこと忘れないようにメモしてしまいました <laughs> そしてほぼ毎日放送を聞き直してます、うん、この叶ったかのように書く行為はやっていてとても楽しくなりますね、うん、ああだったらこうだったらと想像がいろいろ広がって妄想と言っても過言ではありません <laughs> この願いが叶うように、うん、努力を人の倍していこうと思います、うん、何かアドバイスや応援の言葉がありましたらよろしくお願いいたしますそれがいろいろやっていこうと思う気持ちが大事で、うん、それでいろいろやっていこうまずはこれからやっていこうみたいになってくると、うん、どん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 具体化していくでしょ、うん、叶ったかのように書く文章ももっともっと具体化していくじゃない、うん、そうなってくると本当にだんだん確信に近くなってって、うん、叶ってくるのよ、うん、だんだん その息よって感じ <laughs> いい調子ですねそういい調子ですよ